各種ウェハーエッチング加工されたシリコンウェハ。虹色に光っているのは構造色由来で CD などと同じ原理ウェハー、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 ウェハーは半導体素子製造の材料である。高度に素性を管理した単結晶シリコンのような素材で作られた円柱状のインゴットを薄くスライスした円盤状の板である。故障は 洋菓子のウェーハースに由来する。ウェーハーの直径は50から3 0 0、mm、トルまで複数のミリ数があり、この径が大きいと1枚のウェーハーから多くの集積回路チップを切り出せるため、年とともに体系化している。2000年頃から直径3 0 0、mm、トルのシリコンウェーハーが実用化され、2004年にはシリコンウェーハー生産数量の20%ほどを占めた。 ウェハーの厚さは、製造工程での取り扱いの勘弁差から0.5から1ミリメートル程度に作られており、一般のシリコンウェハーの場合、外寸はセミなどの業界団体で標準化されており、直径150ミリメートルの場合は、厚さ0.625ミ、mm、リメートル、200ミリメートルでは、厚さ0.725ミ、mm、リメートル、300ミリメートルでは、厚さ0.775ミ、mm、リメートルとされている。 厚み交差はプラスマイナス0 0 2 5ト、mm、ルである。工程中でウェハーの向きを合わせるため、周上にオリエンテーションフラットと呼ばれる直線部、またはノッチと呼ばれる切り欠きが設けられている。また、結晶構造が製造する半導体素子の動作に最も適した方向となるよう、ウェハーは特定の結晶方位に沿ってスライスされており、導電型と結晶方位によって、 オリエンテーションフラットの切り欠き位置が決まっている。ありがとうございます。